おい、なんか、モバコイン買ったら、全額返還チャンスみたいなやつが来てるぞ。おい、3万円返してくれ。はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ういうい。ということで、本日はですね、レジェンドフェスやってまいりました。はい。今回はね、俺、いろいろ悩んだんですよ。ちょっと前の動画でね、必要本数とか語ってたんだけど、2本目指して頑張っていきたいと思ってます。はい。3本目は気合で素引きしようかな、いつかって感じなんだけど、ブラッドコラル2本あると、やっぱ編成の幅広がりますよね。ということで、ちょっと今回は2本狙って回すんですが、天井したくない。2本出たら消えたいと思います。まあ、引きの様子にもよるけどね、250連とかで2本目出たら、まあ、もちろん天井まで行くんだけど、まあ、ちょっと、はい、回していきたいと思います。無料回したんだけどね、何もいいの出なくて泣いたよね。早めのパブロン。はい。対戦よろしくお願いします。じゃあ単発チケ8枚で一旦調整しようか。今回なんとかかんとかギグセットみたい。お、21。でもね、新キャラですから、ベリアル、オプティマス。まあ、新キャラなので一番最後の虹じゃないと、当たりではないというのがすでに確定しているんですけれども。タイヨロはそたギグセット購入したんでね、このギグセット10連チケです。頼む、ギグセット10連チケで最後、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 おっは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 っ、テンション上がってきた。今回のピックアップは、セバスチャンとメデューサだけだったから、まあ、濃度は高いんじゃない？ 3 本、ピックアップ3本とかより濃度は高いんじゃないかなと思ってる。一発メデュー、一発メデュー、よーっしゃー。テンション上がってきたな。いい？私をちゃんと頼るのよ。そしたら私だってちょっとはあんたのこと頼りにしてあげてもいいんだから。メデューサのケツは変わんねえな。メデューサのケツ、なんか別バージョンもこんなケツだった気がするわ。いや、え、20連で出たんですけど、普通にテンション上げなんだが。ありがとう、グランブルーファンタジー。いつでも応援してます。で、ここで、まあ、あと虹が最後じゃなくても、ブラッドコーラルが出るってな、寸法でさ、金玉。ブラッドな金玉、ブラッド金玉が出ましたね。ブラッドコーラルじゃなくて、ブラッド金玉が出たね。はい。行くでいい？お、虹率たかしくん。おい、最後じゃないけど、ブラッドコーラル出てるから、安心！なあ！ベルファスト。これは、あれだね。火の一種じゃないっけ。うん。火の一種だな。久々に見たな。で、また虹！虹率高志くん、きちゅー！で、これで最後じゃなくても大丈夫。なぜなら私はブラッドコーラルを引いてるから。ゴリラ！うほ、うほうほうほう。うほ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 う。あと30連。俺、モバコインは、今、9000円しか持ってないので、まぁ、ちょっとこのモバコインの間に、さっさと虹率高すぎ。追加の、モバコインは買わせないでくれるとありがたい。ニニジは熱いぞ。ブラッドコーラン？ねぇ！ブラッドコーラン？うわぁ！光四郎ですね。と、ヘイムダル。はい。行くぞ。来い。おほほ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 まあ、いつか限界超越が来るんだろうな。はい。あー、ロイヤルストレートフラッシュ。これ、風のリチャードだね。え、これでモバコインが一度足りなくなると。で、宝鐘石。行くぞ。虹率はいいんだけどさ、2本目早めに出てくれねえと、撤退が遠のき天井になってしまうんですが。あまり天井はしたくないんですが。あのね、感じてる。揺れ戻しの波動を。
今最初にさ、すごい出てさ、あーもう低評価だ、もう帰ろうみたいな感じの人もいると思うんだけど、ミザはここから運が下振れしていく。これいつもの上昇パターン、いや上配パターンなんですけど、はい。ちょっとモバコイン買います。おい、なんかモバコイン買ったら全額返還チャンスみたいなやつが来てるぞ。おい、3万円返してくれ。あ、3! 1%! 俺の3万円返してくれよ。3万円返してくれよ。3万円返してくれよ。3万円返してくれ。全部30モバコインなんだけど。見事なまでに全部30モバコイン。まあでもこれで150モバコイン返ってきたと考えれば、まあ悪くもねえのか。よし、じゃあ、モバコイン購入したんで、行きまーす。対戦よろしくお願いします。頼む。いや、これで二次率がね、0% ぐらいまで落ちるんだよね、俺の。これね、ガチャってね、波がある。天井中に結構ね、なんか確率が上振れしてたらね、ほら、こうやってどんどんね、収束し始めるんだよね。で、もうあのフィーバータイム中に、ブラッドコーラルが出なかったということは、少々危険な匂いが感じるんですが、そんなことを言ってるとここでカバーできるっていう。ヒーハーヒーハー来た !130 連撤退だろ、これは。一旦。一旦撤退だな。うん。ということで、今回の天井は、2ブラッドコーラルでした。ちょっとヒヒ使おうかな。はい。ということで、ブラッドコーラル4凸2本作成しました。はい、いや、3問目悩むんだけどね。まあ、2でいいや。とりあえずね。うん。という感じでーす。はーい。いや、いきなり、使わされたね。いきなり使わされたんですけど。古戦場で活躍することを信じて、そして、いつか炭木で4凸3本目ができることを信じて、ほな。